驚愕、業界の知られざる秘密。この動画はぼんやり自分の人生に希望が持てない、自分の人生なのに自分で決められない、他人に縛られているのにそのことに気づいていないでモヤモヤしている方に向けてお送りします。この悩みの原因はもしかしたら毒親から来ているかもしれません。毒親とは子供をコントロールしてしまう親のことですね。過干渉だったり過保護だったり、子供の自立を阻む、そんな親です。こうした毒親との関係、子供の頃に受けた毒親からの心の傷。私がそうでした。母親が毒母でした。母親の元で息の詰まる生活を送っていた私は、自分の人生に全く希望が持てずにいました。何でも母親が決めてしまうので自分で決められない、そんな子供でした。ところが母親から縛られているのにそのことに気づいていないでモヤモヤだけがいつも残っていました。自分への自己否定もとても強かったです。実はこれピアノの先生に多いんですね。ピアノ業界の知られざる秘密かもしれません。自分の人生のレールは自分で敷くために、毒親について見ていきましょう。私は母の引いたレールの上を走らされました。ピアノを習っていつの間にか音大を目指さされて、もちろん自分で目指していたと思うんですけど、自分が音大に行きたいのか母が音大に行かせたいのか、そういうとこがもうぐちゃぐちゃになっていました。母は私を頭の先からつま先までコントロールしてきました。髪型、服装、それに対して私は真面目な優等生、母の言うなりだったんですね。親の言うことを聞く、素直なことを言う役をずっと演じてきました。私には他に兄弟が3人いましたが、他の兄弟はある意味健全に親に反抗していたんですね。なぜか私だけが反抗できずに、反抗期といったものがありませんでした。なので反抗期がなかったという方、反抗期に親に押さえつけられてしまった方は注意が必要です。毒親、毒母に育てられたことで私の自己肯定感はどんどん下がっていきました。結果、自分で自分を責め、本来のパフォーマンスを発揮することができずに、ここぞというところで失敗ばかりしてしまいました。人生挫折していったんですね。ますます自分はダメなやつだと、自己肯定感がどんどん下がっていきました。ここでの大事なことは、それは私が幼かったから、養育を受けていたから、本能的に母親に従わないと生きていけないと思い込んでいたから。解決策は実にシンプルなんですね。であると同時に、ある意味難しいかもしれません。当時は確かに母親の呪縛から抜け出るのは難しかったかもしれません。それは自立していなかったから、自分で仕事をしていなかったから、親の保護下にいるしかなかったんですね。ところがこの毒親問題は、子供が大人になってもう親の庇護下でないのに、もうとっくに自立しているのに、自分はまだ親の庇護下でないとダメだと思い込んでいるからなんです。潜在意識に刷り込まれてしまっているからなんですね。ですので、もう自分は親の庇護下ではない、親の世話にはならない、そういうところで自分から離れることができれば、この問題は実にシンプルに解決するんです。ところが潜在意識、幼い頃に受けた三つ子の魂100までといいますか、まあ、そういったところから潜在意識に根強くそれが残っているからなんですね。この問題、まずはですね、毒親育ちであるかどうかをチェックすることから始めましょう。
毒や育ちかもしれないとなったら、今度はどんな依存を今も続けているのか、もしくはもうきれいさっぱりそういった依存を続けていないか、次はそこをチェックします。で、まだ何か依存を続けていたら、最後は勇気を持って断ち切る。まずはそれを自力でやってみましょう。この問題、根が深くてですね、第三者、例えばカウンセラーとかコーチとか、そういう人たちを介してないと離れるのが難しいケースは、そういった専門家に頼みましょう。この問題、さらにですね、厄介なのは、毒親育ちの子どもは親になった時に毒親になりやすいというケースがたくさんあります。負のループが連鎖していってしまうんですね。なので、この問題は自分ごととだけ終わらさず、自分からですね、自分の子どもにも伝染してしまうといったことで、しっかりと対処できるといいと思います。はい、こちらの動画、今回役に立ったなと思う方は、ぜひいいねボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。こちらは私の自己肯定感が低かった、それをですね、高いところに持っていった、この事例をね、ご紹介しながら自己肯定感についてお話していきたいと思います。ぜひ次の動画も見ていただけたらと思います。また質問などありましたら、コメント欄にぜひ入れていただけたらお返事したいと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。